ヤッヒー。ウォウォウ。この3月11日の大震災、さらにこの原子力発電所事故のその時に総理という立場にいたことそのもの、一つの運命であると。あなたは勘は勘でも同感ですよ。菅さんには退陣を求めたいというふうに思います。どうにもならない。総理の言葉には血が通っていないと。政治の経験浅い。まあ、要するに人としてどうかですよ。と人間性まで疑われ、もう与野党問わず言われ放題の菅総理。その原因の一つは総理の軽はずみな言動だという声。軽はずみは軽はずみだよ。一部否定はしているが、菅総理は最悪の場合東日本は潰れる、福島第一原発周辺は20年は住めないと発言したという話もある。そんな中、風評被害払拭を求め JA 福島の代表団が訪問した際には、これこのまま大丈夫、はい、大丈夫。それは受け取り方によっては微妙なお言葉。ついには新聞に歩く風評被害と書かれる始末と、なんだか信頼も信用も薄らいでいく総理に、この方はなんか元気がなさそうで、あんた答弁より質問の方が向きだったのかなっていう。そう、確かに野党の頃は元気だった。判断がブレまくってんじゃないですか。こんな風に判断がブレまくるから国民の信頼が得られないんだ。もしこの時の菅さんが今の自分を見たらこんなことを言ったんでは。信頼も信用もされない総理はですね、存在それ自体が成熟は。菅総理の運命は果たして。